人物山陽高平の人。字は、元節。五漢所東古列伝に記録がある。超大張耳の末裔であるという。名詞として知られ、八及びの一人に挙げられた。流氷とも信仰があった。父の長生は、江夏大衆であった。茂る際に挙げられたが、獅子の人物を評価できなかったため出資しなかった。165年。 大使的長に、東部、特有に任命された。当時、県政を振るっていた観岸のコーランの家が某、東県にあり、一族が不正を働いていたが、長県は、その不正を断劾し、コーランの母を殺害しようとしたが、コーランは、長県の相乗を差し止めた。169年に、邸宅で用いていた一人の下木を解雇すると、コーランはこの下木を利用し、長県が、 同郷の二十四人と党を組み、朝廷を誹謗し、反乱を企てていると布告した。霊廷は追悼を命じ、朝券はやむなく逃亡を図ることとなった。当時の交換では、朝券の人物を高く評価されており、逃亡先では、進んで投縮を乞う者が絶えず、朝券が逮捕された後、それにより処罰されたのは、数十屋に及ぶとされている。この中には、 甲子直径の子孫である穴方も含まれている。長剣はその後も逃亡を続け、184年に東湖の金が集結して、初めて故郷に戻ることができた。名声が高い人物であったため、大将軍や光宏からの将兵が盛んであったが、どれにも応じなかった。財産を周囲に分け与えたため、上をしのぐことができた人々が多かった。 検案年間の初めに出資し鋭意となったが、創始の戦争を目にすることになり、政治から引退し、それから一年ほど後に亡くなった。84歳であったという。ありがとうございます。